ストレッチ。はい、皆さんこんにちは、アリーです。タヌキです。はい、今日はですね、シンガポールに来てからも4年経って、私たちの、感想、シンガポールについての、感想を語りたいという動画を撮影したいと思います。はい、はい、早速始めましょう。はい、タニキはさ、いつ初めてシンガポールに来たの？旅行で。まあ旅行、旅行は2016年。2016年で、私2018年初めて来た。で、仕事で移動した時に、いつでしたか？その次の年、2017年の10月。だから、タヌキ、本当に移動してからもう何年経ったの？今4年半。4年半で、私ほぼ4年ね。初めて来たのは何に、驚いたの？特に。難しい質問ですね。あ、でも、シンガポールのイメージは、金融都市で綺麗な街っていうイメージだったけど、まあ意外とアジアっぽい場所も多いし、で、まあ普通に街中にタバコ外で吸ってる人とかも多いし、確かに、まあ、そんなになんかカッチリとした厳しい国っていうよりかは、まあ意外と普通のアジアの、東南アジアの国だなっていう風なのが第一印象。なるほどなるほど。で、特にヨーロッパって感じとか、アメリカって感じとか、オーストラリアって感じとかも含んでると思ったの？あ、思った。思ったね。もっと、まあ、ラックルズプレイスとか、ダウンタウンとか、ああいうシンガポールの中心都市みたいな場所はちょっとまあ西洋風っぽいけど、ああいう場所が全部あんな感じだと、シンガポール中あんな感じかと思ったら、ね、本当に一部分だけ。そうだよ、確かに確かに。あと例えば暑さとかに驚いたの？まあ予想通りじゃね。だいたい東南アジア旅行したらこんな感じ。ああね、でもさ、私には初めて来た時には、もう初めてこの暑さ実感したね。ちょっと驚いたね。何それ、この湿気もそんなに高いか。日差しも強いしね。あとみんな違うって感じで、みんな混ぜてるって感じ。はいはい、そうだ ね、最初は知らなかったね。そうだね、そもそもシンガポール人がね、国の全体の人口の半分ぐらいで、あと外国人が多いし、まあ、シンガポール人自体がね、インド系、マレー系、中華系と分かれてるから、まあ、いろんな人に会う、ね、あとはさ、デパートの数に驚いた。マジで多い。確かにね。ね、まあ、この前さ、誰かの YouTube の動画でも見たけどさ、やっぱ暑い国ってみんなずっと空調があるところみたいからね、ボールね、いっぱいいっぱいあるっていうのはね。そうちょっと寂しいけどね、全部モールだもんね。確かに確かに。次の質問は、最初はどんな難しいところあったの？っていうか、あったの？シンガポールで？うん、まあ、まあ、言語的に。そりゃそうじゃない、ね、言語ね、私でもね。まあ、そもそも英語得意じゃないし、プラス、まあ、それぞれの国の訛りの英語もすごいし、まあ、それは4年半経った今でもあんまり変わってないな、来た時と。確かに確かに、まあそんなところもあるね。私たち外国人として本当に混ぜてなかったの、実は。まあもっとね、このローカルの人とずっと喋る仕事とかね、喋る環境だったら、まあ、慣れてくるんだろうけど、あんまり喋んないからね。確かに。じゃあ次、シンガポールに来てから人生が変わったのか、そしてどんな感じに変わったのか。そうだね、そう
変わっただろうね。完全にね、私は完全に変わったマジで、まあね、俺にとっては多分友達とか人付き合いかな、うん、こっち来る前はさ、うん、まあ、休日でも誰かと会うとしたら、うん、まあ、会社の仲いい先輩後輩とか同期とかしかなかったし、うん、まあ、シンガポール引っ越して最初もそんな感じだったけど、まあビーチバレーみたいなコミュニティとか、まあ、同年代の会のコミュニティとかで、まあ、最初はあんまり日本人の友達作んないようにしようかなって思ってたけど、まあ、いざそういうところに行ってみると、まあ、すぐ仲良くなれる、まあ、シンガポールにいる日本人っていう共通点がまずあるし、同年代っていう共通点があるから日本にいる時と違ってすぐ友達ができやすい。細かいけどね、うん、まあ風邪をひかなくなるとかあと花粉症じゃなくなるとか。確かに。あとはさ、私には、ね、あの最も大きいところはさ、毎日の天気によって、うん、あの着替えない、そうだね、なんか毎日同じ服着てるし、うん、そうだね、めちゃくちゃ嬉しいところ。ああ、ね、あとあの、うん、朝起きれるよね。うん、確かに。寒いとさ、うん、起きたくないじゃん。ああ、でしょ。まあ、それがあんまりないし。確かにね、確かに。まあ、それも確かに、まあ、細かい喜びは結構ある。うん、じゃあ一番好きなローカルフード。いや、結構ね、何でも好きだし、ポーカーってね、あの屋台もすごい好きだから、なんとも言えないけど、いつもこういう話するときはもうチキンライスって言うかな、ね、安いし、ね、土日にはチキンライスかな、うん、で、私、ね、あの他にね、あのチリクラブ大好きだよ大好きだよ。一緒に食べたら1回しかないでしょ。いや、でもさ、高いよ。高いから ね、でも大好きだよ。そう、うん、まあ、カニが好きなんでしょ。うん、そもそも好きだし。チリクラブじゃなくてもいいんでしょ。いや、大好き。あ、そう。チリクラブと、なんかペッパークラブ、なんて、なんだっけ、あー、でね、ブラックペッパークラブ、あるある、めちゃくちゃ美味しいよ、これ。あ、じゃあのパンも好き。あ、ね、そうでも高いし、あんまり食べてない。うん、あと、一番嫌いローカルフ、うん、それはタヌキには、あの、鶏なんでしょ。でも1回しか食べてないからね。いや、でも見てもちょっと嫌いでしょ。いや、でもなんかもう1回チャレンジしたい、好きになりたいなって。あ、そうなんだ。あ、じゃあ撮影しようか離れる前にね1回だけ。そう、いろいろのチャレンジで、私はなんだろうな、あのポリッジあんま好きじゃない。ポリッジ、マジで好きじゃない。たまに食ったら美味しい。あと、ポリッジしかない本館もあるよね。まあ、まあ、多いな、ね、ポリッジは。ああ、嫌だ。前の時はさ、まあ、駐在として来たからさ、日本のレストランも多いし。私、あ、そうなんだ。